大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりジェラセントラルリーグ公式戦東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープ第3回戦の予定スターティングラインナップとアンパイアをお知らせいたします。先攻のカープ、1番センター秋山、1番センター秋山背番号9、2番セカンド菊池、2番セカンド菊池背番号33、3番ライト野間、3番ライト野間背番号37、4番ファースト堂林、4番ファースト堂林背番号7、5番サード小園、5番サード小園背番号51、6番キャッチャー坂倉、6番キャッチャー坂倉背番号31、7番レフト宇草、7番レフト宇草背番号38、8番ショート矢野背番号61、9番ピッチャー床田、9番ピッチャー床田背番号28、ここでカープのベンチ入りメンバーをお知らせいたします。皆様スーパーカラーアクションをご覧ください。All right, here we go! Tokyo Ekinu!
こそのスタリーライナー一番センター塩見浅田セライトの9ライト丸山和也背番号43番バンスト補正オスーナー背番号134番サード村上宗隆背番号555番レフトドミンゴ・センテナ背番号25山田ジャスト背番号17番キャッチャー中村背番号278番ショート長岡秀樹背番号7吉村浩次郎背番号21そして東京ヤクルトスワローズ監督は背番号22高津慎吾ベンチメンバーです。